近くで磯の匂いがする。島は島でも賢者の島ではなさそうだ。俺たちは図書室にいたはずだが。この服の模様、何の花だ。スティッチが俺でも持ち上げられなかった岩を軽々と。すげえな。どういう鍛え方をしたんだ。俺の地元は奇跡の国の中でも涼しい地域で、夏は観光客が多い。ハンセンでのクルーズは特に人気のレジャーだぜ。リドル先輩、さっきから波打ち際に立ったままだな。もしかして海で遊んだことがないのか。何ジロジロ見てんだ。まさかお前も服と仏頂面が釣り合ってないとか言うつもりじゃねえだろうな。無人島にいようが日課のトレーニングはこなさねえとな。食料調達のついでに人っ走りしてくる。フロイド先輩の泳ぎにはついていけねえ。人間の姿でも水の抵抗なんてないみたいに泳ぎやがる。無人島に遭難したってのにリリア先輩は一切どうしてねえ。これが3年生の貫禄ってやつか。すげえな。うるせえな。そう何回も呼ぶな。何？グリムの竿に大物の魚がかかった。それを早く言え。行くぞ。